さあ、ゆうさんの琵琶湖バイタル研究所、新型コロナウイルスの影響で、スタジオでね、収録ができないという状態になっております。ということでね、アドバイザーの皆さんとあやにゃんと共にね、テレワークで琵琶湖バイタル研究所いろいろ考えてまいりたいと思います。さあ、皆さん元気ですか？元気でーす。嬉しいな。さあ、ということでね、皆さん、いずれこの、雨も降り止みますお天気になるでしょう。アフターコロナで皆さんの業界はどう変わっていくんだろうかということを、ちょっと大予想していただきたいと思います。まずは新龍先生、この前ね、新龍先生、占い業界非常にコロナの間も活況やと、確かに世の中不安でね、相談したくなるやろうけど、これが明けた後どうなりそうですか、占い業界。少しちょっとその占いがですね、もうその対面というのはこのズームを使ったりですね、会わなくてもその顔を見てこういうそのズーム形式で占いが流行るのではないかなと思います。私を含めてですね。意外と会わなくてもできたということなんですね。うん、そうですね、これが実証されましたね、なんだかね。はい、だからもうテレワークがいきなり広がるんでしょうね、各業界でね。そうですね、おそらく広がっていくでしょうね。さあ、弁護士の北村さん。はい。弁護士業界どうですか、アフターコロナ。そうですね、今裁判所とかも全部止まってるんですけども、これが多分あと半年ぐらい続くと、さすがに裁判やらないわけにいかないので、裁判もこのウェブでとかいうことになってくると思うんですね。そういうシステム導入していかないといけないことになると思うので、でもそうなってくると、あの弁護士業界もかなり変わってくるだろうなと思っていて、要するにもう相談も別にこれウェブで受けれます、裁判ウェブでできますっていうことになると、あのそんな都会のところにドカンと事務所を借りて、いっぱい人入れてやる必要もないので、逆に全国から相談も受けれるので、そうですね、まあ、ほんまにこの力のある人が残りな、今までその、まあ、その地方に一人しかおらんからやってましたみたいな人とかはかなりしんどくなってくるんやろうなと思います。あ、そうか。弁護士業界でもテレワーク進んで、あの法廷止まってるから、むっちゃまた混んでくるんやろうね、法廷も。まあそうでしょうね。ただ結構ね、これウェブでやると、皆さんウェブで打ち合わせしてると思うんですけど、結構、サクサク終わるじゃないですか。あんま雑談なんていうか、なんかこう要件終わったら、はい、お疲れ様でしたみたいな。そうだろうだ。ねえ、だからなんか効率いいなと思って、移動時間もないし。今まで いかに移動時間が長かったいうことやね。そうですね。無駄が多かったんかもしれないですね。さあ、弁護士業界そういうことで、じゃあ、あやなちゃん。はい。タレント業界、今モデルタレントは本当大変な時期です。開ける前にみんなちょっといなくなる子が多そう。あ、それはね、タレントさんとかモデルさん廃業する人多いよ、多いですよね、やっぱり、本当になんか今の時期を耐えれる人じゃないと、アフターコロナ結構人少なくなってそうですよね。そうやね、タレントさんもね、やっぱり自分の得意分野というか、ここは負けないという部分がない人は、なかなか SNS とかでも生きていけないじゃないですか、可愛いだけやったりしたら。そうです、そうです。だからその辺はね、だいぶ変わっていくんじゃないかなと思って、逆にね、みんな SNS ばっかりやってるから、地上波がまた憧れられるかもしれない。あ、そうですね。地上波に出たいという人が増えるかもしれない。本当にもうそうなってくると思いますね。 SNS 今荒れてるもんな。
荒れ果ててますね。キャバ嬢も参入してるし、もう本当にみんなあのフォロワーさんの取り合いになってますから ね本当にそこでいかに今量産型インフルエンサーみたいな、量産型インフルエンサーって何ですか？量産型、まあそのまあ、みんなこう個性がないというか、みんな同じことやってるみたいな感じに今なりかねないじゃないですか。もうなってるのかもしれない。確かに、確かに、まあ、特徴のある人が生き残っていくということになるやん、ね、うん、そうだと思います、ね、はい。さあ、SNS の業界は YouTube とかも見られてる人も多くなってきて、そうです、ね、YouTube なんか普通になってきた中でいうと、はい、アフターコロナどうなりますか？今ね、その、まあ、YouTube に関しては、それこそ、企業さん一人がその、うん、企業に一 YouTuber いるみたいな感じの時代に多分なってくると思う。ああ、はい、うん、そこをこうサポートしていくっていう形もちょっと増えそう で、うん、で僕らも今そのなんていうの、狙いどころって言ったらおかしいんですけど、うん、そのこう、まあ、バイタル研究所としてもインフルエンサーの子たちたくさん使ってるのでね、はい、あのそういう意味ではあのバイタル研究所のような、まあ、番組を母体としたチームがバーンと跳ねるようなことを達郎くんやってもらうと、うん、そのね、あの僕バイタル研究所に出てるインフルエンサーいるでしょ、はい、はい、あれ多分もう総勢どれぐらい30人ぐらい出てると思うんですよね、はい、そんなに出てるんじゃないですか、はい、その中でも選抜して5人だけ、うん、YouTuber にするんですよ。そう、まあ、これ誰かっていうのはまだ近日公開でいいんですけど、はい、まあ、この5人のソロの YouTube のチャンネルを全部作って、うん、でそれを各、なんていうの、動画制作会社と組んで、うん、無料でやってくださいよって持ちかけて、うん、でその分広告収益と企業案件が入ったら、うん、パーセンテージ振り分けましょうみたいな契約を交わして、なるほど、で YouTuber を今育成していこうかなっていう戦略、まあそういう YouTuber を育成するような研究所というカテゴリーにしてもええかもしれない。面白いですよね、面白い。番組の形もちょっとアフターコロナはね、みんなで一緒に考えていきたいなと思います。さあ、はい、大西先生はいはい、大西です。なんか宿借りのように動き回ってすいません、まず先生どこ今、国会、衆議院の国会におりまして、国会の中の撮影を基本的にしたらダメなんで、というのを思い出しちゃったんで、もうあの無言で移動しながら今あの衆議院会館まで戻ってきました。そうですか、はい、なんかえらい一人だけ動いてはるからそうですね、ずっとちょっと行かない、いやいや、声が聞こえる中で、あの、はい、A 氏さんとかがなんか変な目でじーっと見られたりして AB 上良くないですもんね。大西さんはもうね、はい、今政治の世界はコロナで本当大変やと思います。はい、そうですね、あのアフターコロナ政治の世界とか、まあもっと言うか日本どう変わってきますかね。まず基本的に GHQ からね、うん、まあ、戦後70年超えて、はい、そのアメリカ連合国で、まあ、日本は統治された時に法律を決められたんですよね、はいはい、でそういうふうなことの中で、うん、やっぱり緊急事態に対しての対応がやっぱり法律的に鈍いんですよね。今回はそう思いましたね、ね、だから法律をやっぱりある程度改正していかなきゃいけない、ね、だできるだけ早く人の命とか、うん、財産に関わることに対しては1分でも1秒でも早く物事を進めていかなきゃいけないというのはやっぱり今回改めて思ったこと、はいはいはい、ね、あとやっぱりアフターコロナでね、人間の価値観とか幸せの感覚とかも変わっていきそうですよね。そうですよね、いやその中でやっぱりね、その価値観っていうのはね、うん、あの人が一番苦しい時に自分が相手にどうしてあげるとかどう考えてあげるかっていう自分の心がやっぱり味方であったり敵であったりすると思うんですよね、はい、まあ本当アフターコロナいろんな業界の話聞いてますと大きく本当変わる、ひょっとしたらね、あの悪い言い方したら震災の時よりもねやっぱり変わる気がするんですよ、はい、世界中が、
そうですね、震災の時は、ね、一部限定された地域が被災されてるんで、みんなで助けようっていうことになってるんですよ、うん、全員が被災者ですから、ね、それも世界中が世界同時多発災害ですから、うん、はい、これはね、まあ、第一次世界大戦前の、うん、まあ、大恐慌の時の以来、はい、ね、なんで、もしかしたらあちょっと世界的規模の、うん、経済災害になる可能性も今出てきてそうですね、はい、皆さんの意見を聞いた中で、やっぱりアフターコロナは我々ね、ビアコバイタル研究所の一員としてもいろいろ考えていかなあかんと思うんですけど、はい、こういう時にね、やっぱり我々がずっと言ってきたこの東京一極集中、うん、いわゆる地方自治が何をやってきてくれたか、我が暮らしの中でね、はい、うんうんうん、全部東京の情報じゃないですか、うん、そうですね、うん、今こそ欲しいのは地方局の情報であり、うん、地方自治、うん、例えば自分たちが選出した議員さんが何をやってくれてるか、首長さんが何をやってくれてるか、うん、そして地元の放送局が何をしてくれてるか、一番これ問われると思います。タレント性持っておられる首長さんはどんどんテレビ出たりするけども、うん、はい、一生懸命頑張っている地元の市長さんとか、うん、町長さんが何をやってるかっていうのは、うん、やっぱりそれは地元のテレビが率先して取り出さなきゃいけない、ね、おっしゃるラジオとテレビね。だからね、僕らもね、東京の情報番組ばっかり見てるから、あそこの県の人は頑張ってる、あれうちの県全然頑張ってないなと誤解しがちなんやけど、もうちょっときめ細かい情報を地方局がしっかりと取材した上で放送していくっていうのが、本当アフターコロナの時に検証されると思いますよ。いや、おっしゃる通り、はい、だからこれはね、地方の放送局のシステム的な状況も変わってくると思うんですよね。いっぱいあると思いますよ。 もっと言えばね、再編とかも進むかもしれない。進みます、進みます、うん、はい、ね、だから逆に進まなければ災害の時に在阪のテレビが役に立たないってことになるわけですから、はい、はい、我々このメンバーでまた新しいことをどんどん考えていかなあかんと思うんです、うん、そのためにはね、はい、やっぱりネットを使った我々自身がもう放送局の役割を持って、なんか情報を発信していくんだという気概となんかプライドを持ってまた番組進めていきたいなと改めて思いました。はい、はい、そうですね、